はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。東京新聞がまた変なことをいたしました。難民申請中の不法滞在クルド人は無保険だが、保険負担分を国が補填して保険加入者と同じ支払額にしてやれと、10割負担のところ3割負担にしてやって7割を国が出してやれ、理由がですね、高額の医療費だと治療が受けられなくて人権侵害になっからっていうことらしいんですけどね。で、例を挙げてですね、不法滞在のクルド人、インフルエンザの治療で24万円請求されて頭抱えてるってことなんですけれども、世論です。そんなことしたら世界中から病人が押し寄せる。24万円ぐらい東京新聞が払ってやったらどう工面すればよいか、どうにかしろよバカ。高級車乗り回してる仲間を頼れ。そうだよね、クルド人同士で助け合えばいいんじゃないんですか。こういう場合は東京新聞の存在が人権上の大問題、保険に入ってないのが悪い、医療費が高いのが人権侵害というならアメリカはどうする。近所の東京新聞の販売店いつの間にか潰れていたそんなにかわいそうなら東京新聞が養え。治療はしてるんだから人道上の問題はない、治療は済んでんだからね。で、24万円請求されて、ギャーギャー言ってるってだけでね。ソース東京新聞、スルーでいいな、要するに高額医療費は治療を受けられなくて人権上の問題なんで、難民申請で送還逃れしてる不法滞在者は保険料払ってなくても払ってる人と同じ待遇にしろって東京新聞は言ってるようなんですけれども、それじゃあ保険料払ってる人がバカみたいじゃないの。たかがインフルエンザで20万請求されてあたふたしてて、それを人権侵害って言ってるみたいなんですけれども、高額医療費が人権侵害だったらですね、盲腸の手術で1000万円請求されるアメリカはどうすんだって話ですね。アメリカをですね、人権侵害国家ってどこも言ってないですけどね。あと中央部、アメリカの中央部だとですね、一番近い病院まで200キロとかある人いて、まあ、医療は体壊したら終わりみたいな過酷な。あとアメリカの一般人もですね、病院が何せ高いもんで売薬、売ってる薬で済まそうとするっていう話ですかね。あとアメリカだったら一応高度な医療もあるんだろうけど、高度な医療ない国なんかいっぱいありますでしょ。アフリカに多そうだな、盲腸ぐらいで、すぐ死んじゃうようなとこ、そういうとこも人権侵害なのかって話。そもそもこのクルド人がですね、不法滞在なのが悪いんでしょうが、自国でいたらいいかって日本に来ないでさ、で観光ビザで来て難民申請してんじゃなくてさ、難民申請で送還逃れの居座り決め込んでんのが悪いんでしょうが、そもそもは、国保に入れないかもしんないけれども、民間のね通院の保険、1日通院でいくらみたいな、そういうとこには入れるんじゃないのか、仮放免中だとそういうのにも入れないのかちょっとわかんないですけれども、外国で日本人が医療費払えねえっつって踏み倒した場合ですね、現地のメディアは政府が悪い、日本人は悪くないって言ってくれんのか、言ってくんないでしょ。未だにですね、東京新聞読んでるような人向けの気違い記事なんでどうでもいいんですけれども、パヨのたわごとは瞬時に気がつく、それはおかしいっていうツッコミどころが非常に多いですよね。何にしてもですね、6月からの新入管法で不法滞在者がどん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 送還されて減るといいですね。川口が平和になるといいですね。岸田総理、裏金対策として議員個人の政策活動費の使途公開を検討開始、具体的な公開方法は今後検討する、やろうかなって言ってみただけで全くやる気なさそうなんですけれども、政策活動費は使途を公開しなくていいっていうのを間違ってないですか。それおかしくない。世論です。連座制はどうなった。グダグダ自民以外は論外野党という、これが日本の政治の、日本の未来の暗部っていうか闇っていうか
大欠点っていうか、なんだかんだで自民党が一番マシっていう、あとは論外っていうのが、日本の悲劇ですよね。検討支持って言い方やめろ、隠蔽の時間はたっぷりあげるんだから優しい。これになぜか全力で反対する立憲と維新、ごまかしてそうですねこいつらもね。文通費の使途も公開しろ。公開するが黒塗りばっかりじゃないだろうな。一般企業会計と同じにすればいいだろうな。今まで使途を公開しなくてよかったのか、政策活動費っていうことにすればしなくてよかったのか、税金申告だって領収書なければですね、経費として認められなくて課税対象になりますよね。ダメだって言って、領収書ねんだからです。使途非公開が許されてたことに驚きました。これ政策活動費って、例えばですけど日本改革党のような政治団体、政治団体の収支報告とはまた違ってですね、領収書いねえらしい。何に使ったか言わなくていいらしいですね。官房機密費とかだったら非公開もわからなくもないけれども、何に使ったかバレると国益を損ねるっつうね、官房機密費。議員個人の支出だったらば公開すべきなんじゃないの？だってそれ大元は税金でしょう。我々の払ったお金じゃないですか。議員個人がね、公開できないような闇が深い支出してんのかって疑われますよ。こんなことやってると。今までこれが通ってきたのが私驚きましたよ。このニュースでは一番。今日の単身です。安定の気違い。福島みずほ、セキュリティクリアランス制度は軍事研究と武芸室のための法案なので反対して廃案にしましょう。軍事研究のための制度だから廃案の、だからのつながりがわかんない。軍事研究大いに結構じゃない。軍事研究に関わること全てが社民党にとっては悪いこと、反対すべきことなんでしょうけれども、同様にですね、武器輸出も悪いことと認識しているようですけれども、社民党はね、まあスパイですから、日本人が殺されない武器を売って儲けることは悪いことでは全然ないですね。だからそれが日本人に向けられない武器だったら売って儲けた方が国益ですよね。むしろ世界中はですね、日本の兵器武器使うようになった方が安全安心なんですよ。日本に逆らったら、メンテナンスしてやらないぞとか、今後売らないぞとかできるからね。中国製の太陽光パネルのようにですね、チップ仕込んどいて、任意に無力化できるようにしとけば、それで日本を攻めることはできませんよね。まあチップ仕込むって、まあ小銃とか拳銃とかには無理っぽいけど、大砲ぐらいから、ミサイルぐらいからは仕込めるよね。これ8年前、2016年の都知事選の時に、玉上さんが言ってたことなんで、アメリカ製の兵器使ってる国はアメリカに逆らえないっていう話だった。なんかコードがあってですね、敵味方の識別コードがあってですね、それいじられるとアメリカ製の武器で攻撃できないんで、アメリカを、そもそもみずほみたいなスパイの話をまともに聞くのが間違いないですけどね間違いないですけどね。みずほが言ったことをみずほの支持者はうんうんそうだそうだなるほどなるほどって、ああこいつらも治療不可能だなと。みんみん玉木代表、千葉県の選挙区で立憲と候補者調整に意欲、自民党の議席を減らしてほしいという声がありまして、補選の参照を見て立憲のことを羨ましくなっちゃったんでしょうね。いい政策考えてじゃなくてですね、みんみんの支持者がよ、玉木に何か言えるような支持者がよ、いい政策考えてじゃなくて自民の議席減らしてって言うんだったら、相当レベルが低い支持者しかいないのかな。立候補調整できるぐらい考え近しいんだったら、そもそもなんで分裂したんだお前ら、譲れない主張から分裂したんじゃないの。この場合は原発なんですけれどもね、立憲は固くなな反原発なんですけど、民民は原発を動かして電気量下げたいんですよ。なぜなら電気量、
バカスカ使う自動車ローレンとかが、支持母体。だから、ミンミンもね、信念なく、フラフラして、信用なりませんね。たまにいいこと言うんだけどね、トリガー条項発動させて、ガソリン代下げて、とかね。北海道斜里町で、同居の61歳父親を、包丁で切りつけた23歳息子逮捕。パパを切りつけたことは間違いないと言ってるそうであります。このニュース、背後関係が何が、この親子の間に何があったんだか全然わかんないですけども、どういうリングがあったのかもわかんないですけど、この事件によってね、パパ殺という新単語が誕生して、腹抱えて笑っちゃったんで、一応皆様にもご紹介しておこうかな、という安易な、占領な考えで、ご紹介いたしました。たまに、こういうのは私もおっさんですね。こういうダジャレは笑っちゃうんですよねというわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。